おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。外防線ご利用の皆様、長らくお待たせいたしました。今回は、外防線の勝浦駅を、プラレールで再現したいと思います。では、行きまーす。まず、2面3線の駅を作ります。千葉方面を、隠しポイントレールで、つなぎ、安房鴨川方面も、隠しポイントレールで、つなぎます。引き上げ線を作ったら、レイアウトを組んでみましょう。どうでしょうか？それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？まだまだ、再現してほしい駅、ご応募お待ちしております。それでは、本編始まります。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。